ちらご覧ください。プロ野球12球団が、ね、所属していますこの NPB で、 NPB を目指す選手たちが所属するこの独立リーグですけれども、北海道フロンティアリーグも日本独立リーグ野球機構に所属しています。でフロンティアリーグ3つチームがありますけれども、そのいずれにもファイターズ OB の皆さんが関わっているということなんですよね。で今日は荒垣さんがスポットアドバイザーを務める上川士別サムライブレイズに迫っていきたいと思います。3年目のシーズンを迎える上川士別サムライブレイズ、選手33人はそれぞれの思いを胸に野球に取り組んでいます。高校を卒業してからずっと野球を8年ぐらいやってない時期あって、このままやらずに時を過ごしてしまうのは年を重ねた時に後悔するだろうなっていう気持ちがあったので、uno de mis objetivos es bueno llegar a jugar a la NPB, ser un jugador bien reconocido y tener una carrera larga y productiva。現在3チーム所属している北海道フロンティアリーグ、すべてのチームにファイターズ OB が在籍し、プロの技術と精神を伝えています。荒垣さんも去年からサムライブレイズのアドバイザーとしてチームを見守っています。野球もそうですけど、まず人としてどうあるべきかっていうのも伝えられるとは思うので、なんていうんですかね、親心なのか、まあ、仲間っていう意識もありますね。そんな荒垣さんの存在は選手たちには大きいようです。印象的にはこう面白いお兄さんみたいな感じだったんですけど、投手それぞれにしっかりアドバイスしているんで、すごい面白いだけじゃないんだなって。面白いだけじゃないっていうね。この日はビバイでリーグ戦です。選手たちの距離が近いし、意外とフレンドリーな面もあって、応援し合いがあるという。きっかけは高校生のインターンがあったんですよ。それでスイッチ その終了している選手がいたんですよ、たまたま。それできっかけになりました。選手たちは野球だけでなく地域を盛り上げる担い手でもあります。就労している選手も多いので、地域の働き手になるような人手となるような選手たちもありますので、そういったところもこう兼ね合わせていろんな要素でこう地域に貢献していきたいなとは思ってますね。野球を続けるために北の大地で働きながら切磋琢磨する理由、それはただ一つです。やっぱ野球が好きで始めたところも大きいので、より高いレベルでやることができれば野球をより楽しめると思うので、やっぱこう野球が好きでやっていきたいという気持ちがあって、まあ、せっかくやるならより高いレベルでっていうのはあるんで。ファイターズ OB の方すごいいるじゃないですか、同窓会かっていうぐらいね。だからそういう部分ではね、北海道にね携わってたので、まあ、そこの部分で僕らが少しでも貢献して、まあ、野球をね続けられる選手だったり、高いレベルで野球ができる選手を育てていけたらいいなというふうに思ってます。